おはようございます。本日は2020年8月23日、J リーグのホームサガン鳥栖戦ですね。ちょうど先日、サガン鳥栖と2020シーズンの開幕戦を戦ったサガン鳥栖、結果はスコアレスドローでしたが、今回の FIFA20 では勝ちたいなと思います。なんだけど、ここから結構過密日程が続く感じかな？中2日でアジアコンチネンタルカップ準決勝、アルヒラル。で、中2日で準備の岩田。で、中2日でガンバ大阪と、過密日程が続くので、今が全部スタメンっていうのはないんじゃないかなと、私は睨んでるんで、まあ、出場できる試合は活躍したいなと思います。じゃあ行こう。スラントス。トーレスはもういないんだよね、多分。スタメン、ゴールキーパー、オルテガさん。右側、マータじゃなくてマギーヌですね。マギーヌ、谷口、奈良、車屋。で、森田と大島のボランチ。で、斎藤、タンコビッチ。ラウベルバッチ。ラウベルバッチさんは初出場じゃないですか？レート、低いな、665。能力値が低い、65とは。で、ワントップ、まあ。で、控えには、三好さん、上田さん、チョン・ソンニョンさん、ジェジェさん、ノボイザトさん、知念さん、山村さんがいますね。相変わらず、アンド・ダミアンさんとかはいませんけども。じゃあ、行きましょう。斎藤さん、右か。あいつも右か。いつもノボイザトさんが左だもんね、ちょっと。久しぶりにやるもんだから忘れてたけど。よサッカーし。ファンの皆様、こんにちは。こ西んにち岡は。明彦です。今日はリーグ戦の模様をお伝えします。お願いします。今日は川崎フロンターレ対サガン鳥栖のカードです。お、原川さんがいるな、4番。さて、雨の中での試合となりまし雨た。か。両チームがこの雨の中でどう戦っていくのかも注目すべきところですね。僕今2人いなかった、今。先生。青馬映してるね。大島さんスタメンじゃキャプテンか。まあ、大島さんも一応キャプテンだもんね。谷口さんじゃないのはあれだけど。サガン鳥栖14位、フロンターレ10位。10位、せめて一桁順位に行きたいね。あ、鹿島が上がってるんだな、7位に。はい、吉田さんがこんな感じです。ラウベルバッチさん若いね、なんか。その下面、高岡、原輝希、高橋秀人、パク・チェンス、安西、原川、小野、松岡、イサク・クンカ、アラム、金崎。トーレスの代わりになんか外国人さあがい試ま合すがね。始まります。トヨタさんとかはベンチスターとかね。いざ、ボールがオッケー。中盤でカットされました。さあ、ラウベルバッチさん、頑張れ。ああ、スワップは、いわゆる、オッケー。ボールを取っはた。い。どこへ出打すのて。でしょうか。どう振りだ。抜いた。ああ。悔しそうですね。そうですね。まあ。オちょープっとニング辛シューそうトでですすよ。ね。高岡さん、いいゴールキーパーだよね。うめえ。足元がう大めえ島よ、亮高太。岡さん。あ、そっちじゃない。原川さんも元フロンターレです原も川ん力。ね。はい。素晴らしいポジショニングと視野やのべ。広さでボールをカッやトしべ。ました。頑張れ。パスが通った。このシュート待はて。どうオッだ。ケー。キーパー反応した。オルテガボさールをん。弾く。ディアンダに当たったかな、今。当たってるね。当たって、オルンガさんが、オルンガじゃねえ。オルンガは、柏の、1試合に8得こ点の取るボール人はだ。ゴールキーオパールテがガこさねんましがた。8得点じゃない はじきましたね。オルテガさんとオルンガさんがごちゃ混ぜになる。
繋いで繋い。繋いで繋い。クロスの出た気を言うな。はい。はい。こ。あ、無駄だ無駄だ。ファール。ここはファールの笛です。あ、敵か。まだカードは出ません。いいよ、出なくてカードは。はい。深い位置でのチェック。ここ。ここ。あ。小野裕二。あのミュージもガンバに接しましたもんね。いいパス来た。来たんじゃない？ああ、惜しい！クロスバー。うわぁ。うわ、惜しい。これ入れたかったなぁ、今。さあ、流れは来てるよ、こっち。はいよ。はい。はい、大島亮太、はい、学さん、クロス、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。はい、タンコビッチさん、あー、ダメだ。小野裕二、はい、オッケー、ノーハウで、はい、うまい、打て打て、ああ、はい、いやー、ダメだ。ボールを奪いに来ました。オッケー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 、ナイスナイス。大島亮太、大島亮太、ああ、何、ここで攻守が入れ替わります。さするか。オッケーオッケーオッケー、はい、はい、ジャンプしてかわしたね今。はい、左、右、大島亮太、はい、いいパスを出しました。うわー、ナイススライディング。攻守の切り替えが大事です。さあ、ここで車屋慎太郎、はい、まず、いやー、どうだ、うん、遠すぎるように見えますが、まだ行け、ここに打ちました。よし、ゴール、よっしゃー。エリアもめっちゃ動いてんな、雨だから。ゴールです。やったー。チャンスを作っている印象です。引き継いでくれた。いい流れを作っていますね。このまま追加点が欲しいところです。いいね。別のアングルからご覧ください。いいゴールじゃないですか。ユニフォーム動いてんな。金崎ムー、それだけ果敢にハードワークしてるってことだと思うから、いいんじゃないですか。ユニフォームの中ではかっこいいよ。よしよし。うわ、マジか。うわうわうわ、オッケー。あー、なんだ今の。はい、クリーンなタックル、ボールを奪いました。ここ、ああ、よし、オッケーオッケーオッケー、はい、ダメダメダメだ。マギーノ、うわー、ダメだ。金崎ムー、もう1点欲しいけどな、早い時間に。1点だったら追いつけちゃうから。荒川力、見せてくれ、原川力、原川力、原川力、見せてくれ、原川力。スペースに走らせましたが、これは通りません。原川さんの加圧時代のちゃんと応援歌です。はい、あー、今もうちょっと前に出したかったな。ここ失いました。金崎が突破を見せる。金崎怖い。ダメよ。あー、うまい。シュートだ。オッケー。危ない。あー、ユキヤマさん。キーパーの正面に行きました。ユキヤマさん、いいですね。今日もマンオブザマッチはウマさんじゃなくてユキヤマさんになるかもしれないですね。原川力。原川力。攻撃に移りたい。はい、頑張れ。オッケー。
おい、ああダメだ、今こんなところにいる。はい、オッケー、ボールをダッシュ、ナーさん寄せが早い、まはい、大島亮太、大島亮太、大島さん、はい、タンクビーチ、いやディフェンスは結構今日いいよ、ミッドフィールドでボールを取りました、ディフェンスはいいんじゃない、いつもよりは。斉藤学ぶ、谷口翔吾、はい、車屋慎太郎、これはこっちかな、人来てるよ、 OK、 はい、今、ああ、もう前半終わりか、早くない前半終わるの、前半が終了しました、こんなもんか、スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。おい、ハーフタイムです。この展開はいかがでしょうか。はい、点差はついているんですが、チャンスの数という点では大差ありませんでしたね。後半の立ち上がり、特に注意して試合に。さあ、じゃあ後半いきますか。主力チームスタメン選手交代はなしと。後半は川崎フロンターレのキックオフで始まります。いつも突っ込んでっちゃうか、冷静に。右。右の。服を下げたいけどいないな。マギーヌさんもこの前、横浜 FC 戦で、横浜 FC 戦でね、横浜 FC だから今、ビッセル神戸戦の試合で開幕スタメンでしたね。マギーヌさん。車屋慎太郎。あとでダゾーンで見よう。はい。はい。うわ、マジか。イサク君か。味方がフォローに来ています。ありがとう。あ、なに、このクロスを決められるか、危ない、あーあー、危ない、あー、ちょっと無理無理、あーポストに当たって決まった、得点したチームは喜びを爆発させ、失点したチームはがっくりと肩を落としています。ほんのわずかな差が明暗を分けましたね。打った選手を褒めましょう。いやー、マジか、展開します、マジか、マジか、マジか、いや、まだ時間はある、時間は、体を当てて時間はある、奪った、時間はあるぞ、はい、はい、うま、うま、うま、いけ、シュート、わあ、高岡さん、これはコーナーキックでしょうか。あー、コーナー、よし、決めよう、キッカーはどうしようかな、キッカー大島さんでいいかな、よし、来たんじゃない、あー、惜しい、しているか、あ、だめだめだめだ、クロス、すごいクロスだ、ああ、それそれ、いけいけいけ、やれやれやれうわ、奪った、一転してチャンスだ、はい、ああ、はい、タッチラインを割りました、いやー、さっきの惜しかったな、お、タンゴメスに代わって宮内さんがありますね、ますドモさんに代わって福田さんがありますね、これはどうなりますか、はい、点、得点が欲しい、ボールを失いました、気をつけて、いいアイディアでしたが、ボールを奪われてしまいました、はい、おー、いいね、あー、ファズか、警告は出るでしょうか、あ、うまくさん、ゆだちゃん、お、両チームとも珍しくチエンさんがありますね、今ゴール決めたら下げられちゃうのか、試合は同点のままゴールを狙いましたが、ここは入りません、
いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。斉藤学。右にパスをつないできましたが、ここで奪われました。荒川力、ここは簡単にボールを渡してしまった。はい、大島亮太、わ福田明人、このパスはダメでした。はい、通りません。よしさん、打て。ああ、ダメだ。いや、パス出したかったな。パス出したかったけど、ボタンを押そうとしたら、ずれて、パスのボタンを押せなかった。という言い訳をしてしまいますが。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。はい。はい。はい。ああ。うまいない。原川力。大島亮太。時間がない。点が欲しい。OK。ああ。はい。やばいよ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ここでかわしました。ノーハル、ないもう一つさん、あ、数変えるんだ。フレッシュな選手の投入です。石井さんがやります。誰来るの？クエンカ、クエンカだ。お手が頼むぞ。落ち着いた、いいキックでしたね。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。至近距離から決めてきました。いやー、ダメか。やばいな。やばいな。さすがに今日は負けられないよ。今日は負けられないよ。うまくボールを、今日は負けられないよ。プレッシャーを弱めました。オフサイド、プレーが止まります。オフサイドの判定。交代で嫌な流れを、マジーナさん馬に似てるよね。引き寄せたいところです。マギーナさんと馬しょっちゅう間違うこと多いから気をつけたい。はい、来たんじゃない、来たんじゃない、攻めに出ます。来たんじゃない。うわ、強い、強い。体をうまく使います。体をうまく使います。やば、見事なクロス。気をつけて。キーパーがしっかりと止めました。はい、走れもっと走れ、数のように走れ。原川力、やばい、あと10分しかね。はい、ノハウ、大島亮太。はいはい、ファール、ごめん、ファールないのか。ファールだと思ったけど、うわー、もう落ち着きたい。はい、試合はまだまだ動きません。はい、もう一つさん、打とう、打ってない。やばい、時間がない。焦る。さすがに負けられないよ、今日は。ここでボールを取ります。まだ時間はある。はい。あー、常にやってんの。はい。うわー、やばい。やばい。はい、お客さん、急いで。ちょっと危なかった。はい。うわぁ、ダメだ、焦りが出てる。少し冷静さを欠いていたでしょうか。シュートは大きく外れました。いやー、ちょっと。決まれば重要な1点となる場面で、やばいな。プレッシャーを感じたかもしれません。もう黙るなよ。よし、こう。ああ、違う。はい、うわマジかー。スコアは2対1。 PK が終了のホイッスルが言えなかった。福西さん、
やはり最終的勝にはてスタートあたねり勢いえ、の勝差がて出てしまっねえ、たというもうこ結の果前にのなスレりスまし戦た。から勝てそうねえですね、よ。そんなに大きな差はないんですが、それが勝敗を分けうわ、る原逆因になっ転ていま負しけたですよ、ね。皆様。うわー。うわー、悔しい。今日は特に悔しい。あの PK さえなければ、結構打ちいいサッカーしてたと思うよ。あいつのミスをついて、7.6。MVP は？あ、ウマさん MVP かな？ウマさん MVP ですね。いやー。で、大手屋さんが、知念さん4.0。まあ、そうだろうな。ライビルバッチさんが6.3。サイトマルさんが6.8。クルマさんも良かったね。はい。相手はまあ、平均ですね。6、高いね。全員6点台じゃん。で、ゴール決めた金崎さんが7.3ですけども。いやー、斎藤さんはアシスト。よし。いやー、今日の負けは痛いよ。順位下がったんじゃない？待って。谷口選手と GM は何だ？総合谷口は早期に調子を取り戻す必要があります。最近のプレーは全くチームに貢献できていません。いつもは信頼で救出してた彼が、今、川崎フロンターレの監督の悩み、選考に悩み立っています。まあ、うちには JGL がいるから、なんとかなるよ。オーテステップアップ。よし。じゃあ、トレーニングしていきます。はい、ということで、アジアコンチネンタルカップ準々決勝、アルヒラル戦、アウェイですけども、スタメンに選ばれました。スタメンに入れ替えてきましたね。はい、てなわけで、アジアコンチネンタルカップ。お、鹿島が勝ち上がってる。中国勢が強いですね。で、上海と江蘇が中国勢同士の戦いになるから、どっちかは準決勝に上がってくると。あ、鹿島負けてんじゃん、チョンブクに。チョンブクヒュンダイにも来てますね。じゃあ、うちは J リーグ勢として勝ちたいっすね。というわけで、今回はこの辺で終わりにしますか。で、次回、アルヒラル戦、勝ちたいと思うので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。よければチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter のフォローお待ちしてます。では、ありがとうございました。バイバイ。まったねー。お疲れ様。